向島洋蘭センターは、広島県尾道市の向島にある洋蘭の農業公園。向島の南西部にある高県山のふもとにある公園。洋蘭の展示、販売及び育て方の指導を行っており、JICA と提携し海外からの農業研修生を受け入れている。二帯施設として憩いの広場がある。入場無料。地元の洋蘭農家で結成した。 農事組合法人大ーキッド向島が指定管理者として管理する。2005年国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。向島は温暖な瀬戸内海式機構と島のほとんどが丘陵地で平地が少なくさらに北側に商業地をの道を控える特性から戦後になって市場性の高い花の栽培が行われるようになった。 ヨーランの栽培が始まったのは1965年頃で、シンビジウムを中心に栽培、1999年現在で生産者は30年間に切り花約6万本、鉢物約11万本を出荷している。この周辺地域の産業の中心に造船業があるが、不況の影響を受けやすいため、1980年代、広島県はそれに代わる産業として観光業に、 着目した。そして1989年会と島の博覧会開催、島並街道が1990年代に整備されていく中で、県によって園芸ベルト構想が考え出された。これは、島並街道に沿って、陸地島にシトラスパークセトだイン因島に因島フラワーセンター、そして向こう島にこの洋蘭センターを整備するというものであった。 こうして1995年11月開園した。これら施設は、島並海道開通ブーム時には来園ピークを迎えたがその後は減少。そして平成の市町村大合併時には所在は揺れ、合併に伴い現在は3施設ともに、小野道市が管理している。ありがとうございます。